ええ、皆さんおはようございます。46日間チャレンジ行政哲学を完全制覇の23日目、入らせていただきたいと思います。今日でちょうど折り返しなんですね。えー、46日間ということになりますけれども、もう半分来たなっていう感じですけれども、この23日間、あまあ、継続して見ていただいている方、あーいらっしゃるのかなというふうに思いますけれども、 おまあ、徐々に徐々にこう行政法の世界といいますか、行政法がこう身近にこう感じてきていただいてたら、あ嬉しいな、なんていうふうに思っております。 えー、この後もね、この行政指導であったりとか、パブリックコメントであったりとか、もう行政書士業務でもですね、非常にこう使いますし、日々のこうニュースとか見ていても、実はめちゃくちゃかかってくるような話っていうのがいっぱいありますから、まあぜひですね、まあその辺も含めてイメージがつきやすいように、えー、説明させていただけたらな、なんていうふうに思っております。よろしくお願いします。じゃあ23条を見ていくことにしましょう。23条は、えー、当事者が、 弔問手続きにですね、来なかった場合、そういった場合に主催者というのは弔問を集結することができるのか、なんていうところで、えー、まあ、弔問手続きの後はですね、不利益処分というのが待っているわけですね。営業許可の取り消し処分であるとか、まあ、役員の解任命令であるとか、建物の除却命令であるとかですね、こういった不利益処分が待っているわけなんですけれども、 大抵はね、行政だって、ある程度もう証拠を持って、で、行政指導もいろいろ繰り返したんだけど、言うことを聞かないもんだから、だから不利益処分をするというパターンになるので、もうそう考えるとですね、弔問手続きを踏むときに、えー、まあ、当事者の人はどういうイメージかっていうと、ああ、もう、 そうかと、もうついにレッドカード食らっちゃうかと、もうイエローカード散々食らっててね。で、それでもって最後にもうレッドカードが出てしまうか、なんていうことで、もう弔問手続きに行かないと。もう、弔問手続きって言っても役所に呼び出されて、もうどうせガメガメ言われるんでしょうと。もうわかりましたよ。もう不利益処分早くしてくださいよ、なんていうふうに思われる方っていうのはもう、実際、まあ少なくはないんですよ。 これ統計見るとですね、30%から40%ぐらいは、聴聞手続きやりますよっていう通知来る、うん、通知出してるんですけど、行政はね。だけれども、あの、来ない、うん、あの、役所にですね、もう当日出頭もしないし、 陳述書の提出もないなんていうケースが、まあ非常に多いんです。30%から40%ぐらいはですね、来ないんですよね。まあ、そういった場合に、じゃあもう一回記述を指定しなければいけないかっていうと、やっぱり粛々と進めてもう不利益処分まで早くですね、えー、した方が行政運営としてもですね、支障がないということになりますから、まあ23条はそのための規定だなんていうふうに思っていただくと読みやすいかなというふうには思います。まあただですね、あの、 正当なな理由がああっって出頭しないって出しいいうケースもあり得ますよ、ねまあ、どういう場合かっていうと、今であればですね、例えば九州なんかは非常に今大雨で、えー、まあ大変ですよね。じゃあ、大雨でですね、もう今そんな弔問手続きなんで行っている場合ではないとか、何かしらの災害があったとか、あるいはですね、まあ今ちょっとご病気になってしまって外に出られないとか、まあいろんな事情があったりとかしますけれども、こういう正当な理由がある場合に出頭しない。じゃあ、その時にですね、あの意見も聞かないで、 じゃあ、不利益処分出していいかっていうと、それも違いますよね。 23条の1項2項っていうのは、正当な理由がないバージョンと、正当な理由があって出席をしないバージョンと、両方とも規定をしているということになりますから、そうやって場合分けをしてみていくことにしましょう。23条の第1項の方は、正当の理由なくですね、聴聞の期日に出頭しないというパターンが出てきます。第1項を見ていきましょう。主催者は当事者の全部もしくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、 えー、かつ、21条1項に規定する陳述書もしくは証拠書類を提出しないと。出頭に変えて陳述書とか証拠書類の提出でもよかったわけです。書面の提出でもよかったわけですけれども、それすらしないと。または参加人の全部もしくは一部が弔問の期日に出頭しないというような場合には、これらのものに対して改めて意見を述べ、及び証拠書類の提出する機会を与えることなく、弔問集結をすることができるというふうになっております。 要するに、まあ、弔問手続きに正当な理由なくですね、あの、出,出頭しない者がいた場合なんですけど、その者のに対して、あ,あ、えー、なんで来なかったんですかってね。えーうん、もう本当に陳述書も出さなくていいんですかえー、もう一回記述設定しましょうか そんなにね、こう優しくする必要はありませんから、もう聴聞の集結をですね、あの主催者はしてしまっていいですよ、というふうになっているのが23条の第1項ということになります。逆に、えー、これ正当な理由があって、先ほど言ったようにご病気でですね、なかなかあのも、もう、今出頭することができません、陳述書も書けませんとか、そういった事情があるような場合というのは、じゃあどうなんでしょうか、というのが第2項ということになりますけれども、 主催者は前行の規定する場合のほかと言ってますから、前行というのはこれは正当な理由がなく出,出頭しなかったバージョンということでございますから、今回は正当な理由があって出頭しないと、出頭できないと、こういうような場合はどうなんだろうか、見ていきましょう。前行の規定する場合のほか当事者の全部または一部が長者のキスに出頭せず、かつ21条1項に規定する陳述書または証拠書類の提出をしない場合において、 これらのものに、えー、この、これらのものの、弔問の規制への出頭が相当期間引き続き見込めない。うん。正当な理由はあるんだけれども、ただ、なかなかもうそのご病気の回復の見込みがないとか、まあ、ちょっと災害とかであれば、一定期間ですね、立ちますと。 おやっぱり、うんまあ、ちょっとね、えー、まあ、大地震が起きたとかになると、うん、ちょっとなかなか、うん、引き続きっていうのは難しいこともあり得そうですけれども、そういう事態がない限りというのは、まあ、相当の期間ですね、えー。まあもうそろそろ大丈夫だろうっていうですね、そういう期間ですよね。この相当期間引き続き見込めないような場合というのは、 これらのものに対して期限を定めて陳述書及び証拠書類の提出を求め、えー、当該期限が到来した時に聴問を集結することができるということになっております。一応ね、だからまあ、ご病気でということであるならば、 じゃあちょっと2週間ぐらいちょっと様子見てみましょうか。あ、でも引き続き認められ、えー、引き続きですね、えー、ちょっと長期入院が必要で、なかなか出てこれなそうだな、なんて言った場合にはですね、一旦集結をして終了をして、で、そして不利益処分を出すという流れになろうかと思います。えー、一番最初に申し上げたように、まあ、行政運営というのもですね、大事なので、えー、で、これでずっと待ってるというのも大量にやっぱりですね、行政手続きというのは発生しますから、 あなかなか一個の案件にですね、もう何年も引き続きというわけにもいかない、えー、ということもございまして、そういう場合には粛々と手続きを進めていくんだというのが、この23条の第2項の規定ということになってまいります。23条は1項2項で正当な理由がないバージョンとあるバージョン、それぞれどういう形になっているかというのを、まあ、条文ですね、確認しておいていただければいいかなというふうに思います。今日最後にね、あの、 主催者の許可が必要な手続きということでまとめておこうかななんていうふうに思います。あの、今まで見た来た中で、今まで見てきた中で主催者の許可が必要なものってどんなパターンがありましたかどうでしょうか実はこの手続き法の条文上は3つほど出てきますよね。1つは17条の第1項。これは利害関係人が弔問に参加するときの許可。 参加人になるんですよね。利害関係人、関係人が弔問に参加するときの許可17条の第1項。そして20条の第2項。20条の第2項というのは、これは質問をする行政職員に質問をするときの主催者の許可。これが必要でした。そして20条の第3項は、 補佐人と共に出頭するときに主催者の許可が必要ということでしたね。まあ、一応これ築城解説ということなので、まあ条文の解説をもうね、えー、順を追ってやっているわけなんですけれども、まあ条文というのはそうやって、えー、まあ主催者の許可というくくりでもってですね、全部やるとか、まあ受験対策とかだったらもう努力義務規定をですね、まあ全部、えー、まあ条文上げてみましょうとかやったりとかするわけなんですけれども、 あのー、まあ、そういうくくってですね、最終的に覚えると、 まあ問題は非常にこう解きやすい。まあスラスラと解けると。あ、主催者の許可取れるパターンって条文上これとこれとこれしかないじゃんかって覚えてたらですね、スパッと切れるわけですね。えー、まあそういうような形でまとめていくというのも一つは技術かなというふうには思っております。まあ4連休ではございますけれどももう雨ですし、まあコロナの関係もあってですね、まあ外には出れないと。こういう環境下においてはもう行政法の世界にどっぷり使っていただく条文をひたすらチェックしていただく。まあ絶 この機会かなというふうに思いますからまあ、そのふうにしていただきたいななんていうふうに思っておりますも私もですねもうこの4連休はひたすらオンラインの研修とかですね、えー、もうしょもう仕事をひたすら入れている4連休でございますけれども、えー、これ引き続きですね46日間チャレンジということでこれ朝に収録してまいりますので、えー、ぜひですね、えー、皆さんと一緒に勉強させていただけたらなというふうに思っておりますはい、えー、じゃあ今日は以上にさせていただきたいと思いますお疲れ様でした